はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、わお、ということで体の悪い毒素を吸い取ってくれて、あとは便秘改善、いわゆる腸壁についたね、宿便とかも出してくれて、まあ、ごっそりね、いわゆる痩せやすくなるっていう物質があります。でそれがですね、でーん、ちょっとわかりにくいかな。これ活性炭のパウダーなんですけども、よく黒汁とかって最近サプリメントがね、流行ってると思いまして、でサプリメントはやっぱり飲みやすくなってるし、で1回の量がね少しなので、これはタートル面白くねえなと思いまして、 Amazon とか楽天でね調べました、活性炭のパウダー。そしたら結構少ない量で高くてですね、これはちょっと買えないわということで、タートルはこういったで活性炭の粗いやつを1キロ1500円とかあれぐらいで買いましてですね、それをミキサーかけて、こんな感じにもうパウダー状にしまして飲んでます。でまずこれ飲み出して何が変わったかっていうと、胃もたれがなくなったり、あとはうんちが黒くなりました。まあそれは当たり前か。であとはですね、まあタートルビール飲みますけども、このビール飲んだ時の胃の張り具合とかも落ち着きまして、なんかやっぱり調子がいいなと思っています。んでですね、これ消臭用なんですよね、実はタートル飲んでるやつ、消臭用の活性炭を砕いて飲んでます。なので初め結構抵抗がねあったんですけどね、こんなもん飲んでいいのかなと。もう炭っていうとなんかバーベキューとかねイメージすると思うんだけど、そんなの飲んでいいのかなとちょっとビビりましてですね、一応こういったチャコールという活性炭に詳しく書いてある本をね一冊読みまして、でこの本読んだところ、あ、木炭と活性炭はまず違うって分かるんですけども、活性炭っていうのは副作用がまずないと断言して書いてありましたんで、これはもうじゃあ消臭を砕いて飲んでやろうと、ミキサーかけてもうごっそり飲んでます。でこれがですね、いろいろね、活性炭には吸着する物質なので、いっぱいメリットがねあってですね、これ体臭や口臭、そして消化器の不調、痛み、血糖値やコレステロールの低下、発がん性物質の吸着までっていうね、すげえ活性炭っていろいろね魅力があってですね、タートル結構注目をしております。ただ一般に出回ってる黒汁っていうサプリは、まあ効果とか分かりませんけども、やっぱりあくまでもサプリなので、タートルはもう直にこの活性炭ごっそり飲んでやってます。でこの本によると、このチャコールっていう活性炭なんですけども、これはだいたい体重1キロに対して1グラムぐらいは飲んでも問題がないと。でやっぱり悪いものを吸うってことはいいものも吸うんじゃないのかなと一見思いがちなんですけども、いい栄養素はあんまり吸わないと。で悪い栄養素、いわゆる添加物とか、あと植物油脂とか、ああいうね体に悪いものっていうのをこの活性炭が吸ってくれて、一緒にうんちでごっそり出してくれます。かなりね、タートル魅力をこれ感じてましてですね、実はこっそり言わずに、皆さんに言わずに飲んでました。で今回今ね腰ちょっと痛いんで、まあ動画ね皆さんとお会いできないの寂しいなと思って、こういった実はこっそりやってることを暴露しちゃいました、ごめんなさい。こっそり飲んでました。でとりあえずね、Amazon とかでこの活性炭のこういったやつを、パウダーじゃないやつミキサーかけて飲んでもらってもいいんですが、一応消臭用ですので皆さんの体の保証はできません。ですがタートルは毎日飲んで調子がすごくいいです。でこれただミキサーかけて飲んでるんで、パウダー状までは多分細かくなってなくてですね、ちょっと粗いやつもあってですね、これを、まあ、プロテインとか水とかいろいろ混ぜて飲んだんですけども、シャバシャバした液体だったらすぐそこに沈んじゃうんで、ガーッと飲んでもちょっとそこに溜まってですね、なんか嫌な感じがするんですよね、砂飲んでる感じがしてですね。なので
こうやって飲むといいなと思ったのは、まず今タートル毎日黒酢を朝飲んでるんですけども、牛乳に黒酢を入れると少しドロッとしてですね、ヨーグルトみたいになります。そこに大さじ1杯このチャコール混ぜてかき混ぜたら、ドロッとしてる液体なので液体の中にね炭が溜まってくれて、ガーって飲んだら結構全部ツルンって飲めちゃって、舌触りとか喉のねあのイボイボ感がないのですげえ飲みやすいです。あとは 100% のトマトジュースとかに混ぜて振って飲む。そしてあといいのは、もうプロテインやっぱり皆さん飲むと思うんですけども、プロテインに、まあ、牛乳か水で作るじゃないですか。作ってそれに卵を1個ねポコンと落として混ぜると、やっぱりちょっとドロッとするんで、そこに活性炭をボコッと大さじ1杯混ぜて、スプーンで混ぜてゴロッと飲んでますね。そしたらそこにたまらずに全部ガラッといけちゃうんで、結構ね飲んだ感なくおすすめかなと。であとは お腹が痛いって言った人におすすめして作ってあげて、これ飲んだら治るよって言ったら本当に治ったって言ってましたし、まあ、タートル調子いいので、まあ悪かった時にやると違いがわかるんでしょうけど、とりあえず毎日飲んでね、まあ、かなり調子がいい気がします。なので皆さんね、よかったらね、これあのチャコールカセタンって意味なんですけども、間違えて木炭買って飲んだらね死んじゃいますからね。これカセタン飲んで、あの元気にね長生きしたいなと皆さんと一緒に思っております。またそれも早く腰を治してあの筋トレしたいなと思ってます。なので皆さんどうぞ元気に頑張っていきましょう。今日はカセタン飲むと元気になるよというタートルがこっそり飲んでるお話でした。ご視聴ありがとうございました。長々とありがとうございました。またコメント、そしてグッドボタンとかアクション起こしてくれると、見てくれてんだなとタートル喜んでおります。ありがとうございました。